はい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 、来季巨人の外国人選手の去就がある程度明らかになってきましたんで、それについてのまとめと、どういった選手を補強していくのか、 FA についても言及していきたいですし、岡本選手の今後についてもお話ししていきたいなというふうに思っております。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、巨人の外国人選手というところでお話していこうかなというふうに思います。ですね、まあ巨人からしたら嬉しいんですね、はっきり言うと。というのもですね、まあ今年、まあ外国人選手、まあいろいろいました。途中で帰った選手もいましたし、いろいろね、活躍できなくて退団になった選手もね、いましたけども、やはり、ある程度やっぱり活躍してくれた選手がですね、まあ来季以降も、まあ契約をしてくれると、延長してくれるというところが少し明らかになってきたのかなっていうふうに思うので、まあそれについてね、ちょっとお話していきたいなっていうふうに思ってるんですね。はい。まあ、今日はですね、まずバルドナードね、バルドナード、なんか去就がせや、辞めるのか、出ていくのか、残るのか、微妙だったじゃないですか、はっきり言って。だけども、ここに来て、その状況から、複数年契約っていうところが明らかになってきたんですね。めちゃくちゃでかいなと思うんですよ。なぜかっていうと、まあ、左のリリーバーって、巨人って少ないじゃないですか。はっきり言って。だって、高梨さんと、バルドナーだけでしょ、ほとんど。まあ、最後の方は横川とか、まあ、OA もあんま良くなかったし、まあ、中川さんもあんま良くなかったじゃないですか。だから、結局、最後の方なんか、二人で回してたでしょ。こう、二人でね。それって結構、まあ、きついっちゃきついじゃないですか。だから、僕的にも、まあ、バルドナード残ってほしいなって。まあ、最後の方ちょっとコントロールが悪かったところあったじゃないですか、正直。だけども、まあ、前半戦で、ね、よく頑張ってくれたし、残ってほしいなって。まあ、ピッチャー陣ね、まあ、支えてくれた、じゃめちゃくちゃ支えてくれたんで、残ってほしいなというふうに思ってたんですけど、まあ、流動的って言われてたんで、ちょっと微妙かなと思ったんですよ。最後の方の印象悪いかなって。だけども、ここに来て、複数年契約っていうところで、まあ、非常に、まあ、明るい性格もそうですけども、まあ、実力もそうですし、まあ、いろいろ、球団がね、しっかり評価したんじゃないかなって、思います。はい、その中で、まあ、今年のね、成績ちょっと見ていくと、バルドナード、年俸9000万なんですね。結構安いっすね。僕もっと高いかなと思ったんですけど、9000万なんか。で、31歳なんですね。意外と、いってるね。僕もっと若いかなと思ってたんですけど。で、今年、成績ね、58試合投げておりまして、2勝3敗。で、26ホールド。9セーブ。で、防御率 2.44。で、ウィップが 1.32 というふうになってます。で、奪三振率高いね、これね。10.97 あるんで、まあ、1試合投げたら、まあ、11個ぐらい三振取るよっていう計算ですね。で、ちょっとこれが気になるんですけど、まあ、予四球率、4.88。ちょっと高いよね、これ。ちょっと高いよね。1試合に換算したら、まあ、およそ5個ぐらい出すって、ちょっと多いよね。先発完投したら5個って言われると。だから、まあ、リリーフなんでね。まあ、短いイニングなんで、まあ1イニングなんで、そこでね、やっぱりこう、毎回1個ずつ出していくと、しんどいし、まあ、たまに力あるわけですから、まあゾーン内でどんどん勝負してってね、まあ連打も食らうこともあるかもしれないですけど、ある程度やっぱゾーンの中でね、力強い球投げていければ、そんな3連打、4連打食らうことって、そうそう、まあありますけど、そんな確率としてはね、高くはないかなと思うんで、まあそこはバルドナードね、意識して来年ね、やってもらいたいなっていうふうに思いますし、残ってくれてありがとうっていう僕の感じですね。複数年契約。まあ多分 2年だと思いますね。はい。で、まあ他の外国人選手も残ってくれてるんですよ。で、まあケラーなんかも、まあそうなんですけど、まあケラーも、まあ残留というところですね。まあ非常にでかいと。バルちゃんとケラーでよく支えてくれたじゃないですか。はっきり言ってね。で、ケラーって、
まあ、阪神にいた時、まあ、家庭の事情とかで、まあ、帰ったりとか、まあ、いろいろあったじゃないですか。で、まあ、それをね、巨人が、まあ、奪い取ったっていう形じゃないですけど、まあ、ちょっとこう、引き抜いていたみたいな感じで、まあ、阪神ファンの人が、あれ？おい、ケラ抜くなよ、みたいな。もうマジかよ、みたいなこと言ってた時ありましたけど、まあ、実際、巨人に来てくれて、初めね、コントロール悪かったじゃないですか。うん、正直。きつかったじゃないですか。なんか、ちょっと危なっかしいな、みたいな。うん。キャッチャーもほぼ真ん中しか構えてねえなみたいな、真ん中高めぐらいしか構えてねえなみたいなあったじゃないですか。だけども、まあ、最後の方なんかは、まあ、勝ちパターンでね投げてくれてたっていうのもありますし、安定感もねこう日に日に増してったみたいなところありますんで、まあ、非常にジャイアンツの雰囲気もそうですし、まあ、いろんなことに慣れてったりとか、うん、まあ、自分の投球フォームでやったりとか、まあ、いろんなところをね、修正しながらやった結果、まあ、非常に最後の方というか、まあ、最後の方でも、まあ、中盤ぐらいからずっと良かったっていうのがあるんで、非常にねこれ残ってくれて嬉しいなと思いますし、まあ、バルちゃんとケラーで、まあ、よく支えてくれたなっていうところはあるんでね、今年のブルペンね、まあ、来年もこの2人がいるっていうのは非常に大きいのかなって思います。まあ、あの年俸とかはいろいろ情報見ていくと、まあ、ケラー 1.2 億なんですね。結構安いですね。 1.5 とかもっとあるかなと思ったんですけど 1.2 なんですね。でケラーも31歳なんですね。バルちゃんと同級生ですね。はい、なんか面白い同級生話とかしてるんですかね、わかんないですけど、はい。で、52試合投げておりまして、2勝2敗で20ホールド、うん、で1セーブで防御率が 1.53、 これすごいね、 1.53 ってね。でウィップが 0.91、 うん、非常に優秀ですね。で三振率、奪三振率も 10.34、 まあケラーと、ケラーじゃない、バルドナードとほぼ一緒、うん。で吉木率 3.64、 まあ9大点かなっていう感じですよね。まあケラーも、まあ、はっきり言って、まあ、細かいコントロールあるわけじゃないんで、うん。ある程度やっぱりゾーンで、まあ、今年のキャッチャー見ててもわかりますけども、ほぼ高めに構えてたよね。うん、低め。確か低めに誰かホームラン打たれたよね。確かね。そういったところもあって、宮崎選手かな？わからんけど、忘れたけど。うん、そういったところもあって、基本的にストレートの場合は、もう、ちょっとキャッチャーはこう、中腰じゃないけど、こう、高めに構えてたよね。でもそれが、やっぱうまくはまってたというか、そこに投げ込めば、大体バッターって普通に振ったら、大体フライになるんで、うん。まあそういったところで、まあ球の力、角度もあるし、速いし、強いしっていうところで、まあ基本的に、まあシンプルなんだけど、まあ一番それが抑えられるっていうようなね、ところで、よく頑張ってくれたなと思います。はい。で、やっぱり、ヘルナンデスなんかもね、残ってくれる。これがでかいっすよね。これでかいよ。ほんとでかいよ。どれぐらいでかいかって。あー、ちょっと例えが出てこない。でもそれぐらいでかいよね。はい。で、まあヘルナンデス。情報を見ていくと、年俸5000万。安すぎやって。安すぎ。ほんまに。3億上げてもいいよ。ほんまに3億上げてもいい。まあ、相当上がると思うんだけど、年俸ね。でも5000万円、今年ね。で、29歳。若いっすね。僕と同級生なのかな？僕の同級生なのか、1個上なのか、どっちかっすね。はい。で、今年、成績、56試合。2割9分4厘。8ホームラン。30打点。OPS 798。非常に素晴らしい。非常に素晴らしい。もうヘルナンデスいいんだったら、優勝できてないから、間違いなく。どんだけ品出せんやったって。思い出してください、皆さん。やばかったでしょ。点入らないから。もうほんま、1試合平均、マジで1点、2点ぐらいしか取れてないんちゃうかみたいなところあったじゃないですか。だけどもヘルナンデスが交流戦から来たんかな、うん、っていうのがあって、めちゃくちゃ、打線も上がってきてるじゃないですか。もうこれヘルナンデス様々っすよ。本当にマジで嬉しいっす。で残留ねしてくれるっていうところも含めてめちゃめちゃ嬉しいなと思います。はい。まあ最後の方はね、まあちょっと怪我しちゃって手首やっちゃったじゃないですか。だからまあちょっと多分無理してるんですよ。無理してる。だってフェニックスで1試合しか出てないのにいきなり CS 来たりとかあったじゃないですか。だからまあ本調子じゃないから、まあ、打ててなかったっていうのはもう仕方ないんだけど、まあ来季はねしっかり直して、うん、本調子でヘルナンデスが初めからいるっていうのはマジでかいっすよね。うん。今年途中加入よ。うん。だから初めからヘルナンデスがいる打線っていうのを見れるっていうのは非常に、嬉しいなと思いますし、心強いなというふうに思います。はい。あと他なんかで言ったらグリフィーもね、残留確定しますと。まあ2年契約してるというようなね、情報がありますんで、まあ非常にグリフィーもね、よく、まあ途中中抜けしたところありましたけど、非常にね、頑張ってくれというところで、非常に良かったですよね。はい。
で、なんかすいません、なんか誰か来ましたけども、まあ、ほっときます。はい。で、あとはね、まあ、対談した選手で言うと、まあ、メンデス。はい、まあ、対談しましたね。はい、で、ウレーニャ、対談しましたね。はい。で、オドは、対談済みですね。はい、もう開幕前にいなくなったというところで、まあ、X なんかを見てると、まあ、オドアがいたから、今年優勝できないんちゃうか、みたいなことを言ってる人もいて、まあ、まあ、そう言われればそうかな、みたいなところもありますから、まあ非常にヘルナンデスでやったりとか、まあ他のね、まあモンテスなんかも来てくれたっていうのは、オドアのおかげなのかも、おかげなのかもしれないなっていう。優勝できたのも、オドア様の おかげなんかなっていうふうに、まあ思う人もいるでしょう。はい。で、今ちょっと言いましたけども、まあモンテス選手ですね。モンテス選手が、まあどうなのかっていうところ、去就がちょっと微妙なんですね。まあ契約するのかしないのかみたいなこと、ちょっと流動的なところがありますと。まあその理由を言うとですね、やはり内野手を多く取ったっていうところをね、あると思います。ドラフトでね、1位、2位、3位全部まあ高卒の、まあドラフト1位の子はまあ高卒でしたけども、まあ内野手を多く取った、まあこれは結構ね、あるんちゃうかなと思います。で、大山選手なんかもね、取るんじゃないかって言われてますし、なんか噂によると関東の球団好きなんちゃうのっていうようなねとこもあったりとか、まあ阪神はね、それは間違いなく引き止め、なんぼでしたっけ、ちょっとすいません間違ってたら申し訳ないんですけど、4年で16億、なんかそんな感じだったかな、なんかそんなことを言ってたような気がするんですけど、まあそれは止めるでしょ、それは間違いなくね。でもなんかそのちょっともしかしたら巨人に来るんちゃうのみたいな、禁断の FA あるんちゃうのみたいな空気感もね、高まってるかなっていうふうに思うので、まあやはり大山選手が来た場合、まあファースト守ると思うんですね。で、岡本選手、おそらくサードかレフトに行くと思うんですね。で、じゃあ坂本さんどうすんのっていうところなんですけど、まあおそらく、まあそこは勝負かなっていうふうに思うし、まあ代打になってしまう可能性もあるかなと思います。また、僕の予想、僕の考えでは、岡本和真選手、まあ今年はメジャーに行かないかなと思うんですが、まあ来季行くんじゃないかなって僕思ってるんで、まあそういった意味でも、まあメジャーに行くんだったら守備のポジションができるところが多い方が間違いなく市場価値は高くなりますし、まあ今大谷さんなんかは、まあ DH でもうバリバリあんだけ売ってるんでやれてますけども、まあ普通のある程度の選手だったら、やはり守るところでね、守るところが多い方が、間違いなく試合に出れる確率高いですし、うん。まあ、打力でね、圧倒してたらね、大谷さんみたいに圧倒してたらいけるんだけども、やはり岡本選手もね、そこまでやれるかって言われたら、ちょっと難しいところはあるので、そういったところで、まあ、ファーストも守りますと、サードも行きますと、おお、なんと、レフトも回りますよってなってくると、やっぱり手上げたい球団っていうのは増えてくると思うので、まあそういったところで、まあ来季1年っていうのは、まあ岡本選手、まあちょっとこう、4番がそんだけ守備位置動いていいのかとか、まあそういう議論はね、あるのはちょっとさておき、まあ岡本選手の市場価値を高めるという意味で言うと、来季1年、まあいろいろポジションをこなしていくっていうところは、メジャー球団に対してアピールをしていく、大きなね、アピールになるんじゃないかなっていうふうに思うので、まあそういった意味で、まあその、モンテス選手のね、去就がちょっと微妙だというふうに言われているのは、まあ内野手を多く獲得したっていうのところ、いうところと、まあ大山選手がどうなるかっていうところ、うん、があったりして、ちょっと微妙なのかなって。うん。もし、まあ球団がね、モンテス選手をどういうふうに評価してるか。まあ僕はね、非常にいい選手だなって、まあ最後の方出なかったですけど、いい選手だなというふうに思ってるんですが、まあその球団がね、もしかしたらこの最後のね、方に打てなかったんで印象が悪いっていうところで、まあもしかしたらモンテス選手を切って他の新しい外国人選手を取る場合もありますし、もしかしたら先発ちょっと弱いよね、うん、先発ちょっと弱いね、リリーフちょっと結構ね熱いけど先発どっちかって弱いんじゃない、菅野さんも抜けるしっていうところで、新しい外国人をね先発とかできるような先発を連れてくる可能性もあるかなというふうに思うので、まあそういったところで、まあモンテス選手の去就の場合はですね、いろいろ、まあ大山選手の、ね、
FA があったりとか、まあ内野手いろいろ取ったりとか、そういったところで、ちょっと微妙なのかなっていうふうに思うので、今後もね、そういう動向とかも追っていきたいなっていうふうに思いますし、まあ、オモテス選手で僕非常にいい選手やしね、自分でレフト行きますっていうぐらいね、心の熱い、ハートの熱い選手ですから、僕大好きなんで、残ってもらいたいなというふうにと思ってますけども、まあ実際それがどうなるかっていうのは、まあね、今後の、まあ、大山選手かな、の次第かなというふうに思うので、ちょっとね、注目して追っていきたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日はね、ちょっと外国人選手というところを、まあ、中心にお話していきました。まあ、非常に、嬉しいっていうのがね、一番に来るかなというふうに思っておりまして、まあ、これでね、巨人なんて嫌だよって言って、もう、帰るよって言って、みんな帰ってたら、やっぱりどうすんのって話になってきますけど、しっかりね、バルドナード複数年も来て、やってくれてますし、まあ、ケラーもヘルナンデスも、ね、まあ、もしかしたらモンテスも残ってくれるかもしれないんで、そういったところで、来季ね、まあ、そういった助っ人外国人がいる中で開幕を迎えられるっていうのは非常にありがたいことかなというふうに思いますし、まあ、FA 市場ね、FA 補強、まあ、大山選手も含めて、まあ、いろいろね、巨人今年はね、野手というところを特に重点的にやっていくのかなというふうに思うので、まあ、この時期はね、まあいろいろ選手がね動いたりとか去ったりとかいろいろしますけども、ある意味野球ファンの中では楽しい時期なのかなともいうふうに思いますんで、それらの動向っていうところをねしっかり追っていきたいと思いますんで、これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。バイバイ。